どうも、トーゼルです。はい、ということで今日もクラッシュライアルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで本日は無課金でプレイしているサブアカのドズ2からお送りしていきたいと思います。今ね、新カードがゲットできるマジックアーチャードラフトチャレンジ、なんと初回無料中で9勝0敗、絶好調でございます。今回はね、まだゲットできてないよっていう方も、いらっしゃると思うので、ドラフトのコツとかを、重点的に喋りながらプレイしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。もうドラフトはね、ドラフトで勝負が決まるんで、さあ、これはどっちでもいい、好みでいいと思います。私はラバの方が好きなんでラバ選びます。さあ、続いてこれはポイズンですね。今回のチャレンジは4コストの呪文を積極的に選んでいきましょう。絶対にマジックアーチャーがどっちかに入っているんで、4コストの、呪文で処理していきたいんでね。今回はここマジックアーチャー取ろうかな。マジックアーチャー結構ね、優秀です、使い方によっては。さあ、そしてラストが、これはゴブリンですね。今アイスゴーレムとゴブリン2択だったんですけれども、相手にゴブリンバレルを送っているんで、その処理がしやすいゴブリンを選んでいきました。で、ドラフトチャレンジはもう半分ぐらいね、ドラフトで勝負が決まるんですよ。だから結構ドラフト勝ちのね、場面を増やしていければ12勝を狙っていけると思いますので。おーっと、いきなり来た。これは嫌だな。あのエリートバーバリアンはね、結構このチャレンジにおいては強キャラだと私は思っております。ドラフトって結構こう陸系ユニットがなかったりだとか、空の対象ユニットがなかったりだとか、こう相手の意表をつくカードがね、結構強かったりするので、まあエリートバーバリアン相手にいると嫌ですね。さあ、ここは、あ、うまいね。相手ちゃんとアイスゴーレムでこっちのマジックアーチャーのターゲットを取ってきました。ここはポイズンで相手のアーチャーとネクロマンサーを処理して一旦待ちですかね。さっきちょっとちらっと言ったんですけど、今回の、チャレンジ、おっと、ここ重ねてくるか。今回のチャレンジにおいては、マジックアーチャーが必ずね、どっちかに入っているので、ポイズン、ファイアボール、この呪文を優先的に取っていった方がいいと思います。あとは、ドラフトチャレンジ毎回そうなんですが、呪文で処理しやすいけど、呪文がなかったら処理しにくいカード。プリンセスだったりだとか、あー、これ、分かれた。クソ。これはちょっと下手っぴでしたね。ごめんなさい。今2体とも引き寄せるつもりだったんですが、片一方しか行きませんでした。あの、プリンセスだったり、ウィザードだったり、吹き矢ゴブリンだったり、そういったね、普段呪文に弱いけど、このチャレンジにおいてはみんな呪文をね、持ってるとは限らないので、あの、槍ゴブとかもそうですね。ザップに弱いけど、ザップ持ってる可能性が結構そんなに高くないので、まあ、そういったユニットを積極的に選ぶといいと思います。ここは右ちょっとダメージ受けながら、左カウンターを狙っていきたい。ボーラー強いな。ボーラーとかファルチェとかはね、積極的に選んでいきたいですよね。何が来ても受けれるんで。さあ、ここはどうしようかな。一旦ちょっとラバでターゲットを取りながら、後ろからマジックアーチャー出していきたいんですが、さっきみたいにターゲット取られるかな。アーチャー出してきたらポイズン、ポイズン、ここはもう即ポイです。さあ、そしてタワーダメージ狙っていけるか。いや、このマジックアーチャーのね、端前からのこの、やっぱ射程距離の長さね、ここは活かしていきたい。マジックアーチャー使えば使うほどなんか強く感じてきたんですが、まあでもどうなんだろうね、まだ分かりませんね。さあ、ここはエリートバブリアン逆サイド、なんとか抑えていきたい。さあ、どうだ。エリートバブリアンやっぱ強いわ、これ。結構 OK、 左入った、よし。さあ、ここは左落として、まあなんかラッキーパンチみたいな感じだけど、まあよしとしましょう。結構ね、ドラフトチャレンジはもうドラフトが終わった時点で、デッキが決まった時点で勝負が決まっているような戦いも結構あるので、さっきからバラバラであのコツとかを喋っているんですが、一旦まとめましょうか、この戦いが終わったら。さあ、ここをまとめて、ここを守って、 OK。 さあ、勝ちましたかね、勝利を確信という感じでございます。ドラフトのコツね、さっきからちょこちょこ話しているんですけれども、まず一つは、今回のチャレンジにおいては、マジックアーチャーが、肝になってくるので、ファイアーボール、ポイズン。これはね、4コストの呪文は積極的に、取っていきたいなという感じでございます。今回のチャレンジでは、2コスト、3コスト、6コストの呪文よりも、4コストの呪文を、積極的に取ると。あとはね、やっぱ守りが優秀なユニット、アイスウィザード、ファルチェ、ボーラ、ここら辺はね、積極的に取っていきたいなという感じでございます。あとは、呪文で処理しやすいけど、結構強いユニット。例えば、吹き矢ゴブリンとか、槍ゴブとか、そこら辺ですね。今回はここ、プリンセスかな？難しいところではありますが、まあ、プリンセスで取っていきましょう。プリンセス、ローリングッドナイトめちゃめちゃ強いんでね。さあ、ここは工場バーバリアン。ロイヤルジャイアントも結構優秀なんですけれども、結構6コストでね、相手のユニット貯めちゃうことが多いんで、さあ、ここは難しいけど、ダメージ優先していきましょうか。ロケット守り、あー、これ。これはローリングッドかな。プリンセスを持ってなかったらライトニングっていう選択もあったんですけれども、こっちがプリンセス持っているんで、相手にプリンセス処理させないためにも、ローリングッドをゲットしました。
さあ、ということで、デッキ的にはどうだろうな。やっぱ低コストで守れるアイスウィザードとか、今回今手元にあるプリンスとか、まあ、こういったユニットは結構優秀かなと思います。守りが優秀で、そのまま攻めにつなげれるユニットですね。さあ、相手の、これはミニペッカにプリンスと吹き矢ゴブリンを当てていく。お、吹き矢ゴブリンあったらこれもう、ローリングと相手に渡してたら大負けでしたね。ただし、おっとガゴムレー。さあ、相手苦しそうですね、かなり。ここはエレウィズで守っていきましょう。オッケー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 。今回、吹き矢ゴブリンとプリンセス、しかもローリングッドがこっちの手元にあるんで、結構出来がちしてるような気がする。さあ、相手はマジックアーチャーですね。ここは多分入らないけど、まあ、よしとしましょう。あんまり無理に攻めすぎないようにね。工場バーバリアンはね、結構私個人的には好きなユニットで、こう攻めにも使えるし、こう、守ったユニットプラスの工場バーバリアンで攻めのカウンターの形作れるし、守りでもね結構優秀なんですよ。バーバリアン2体出てくるんで時間稼ぎとかにも使える。さあ、ここはプリンセスに何か出してくると思うんで一旦ちょっと待って、さあここはプリンス、さあミニペッカを処理と、あ、ダッシュしなかった。今のはダッシュさせたかったところですね。さあ、ここは吹き矢ゴブリンプラスのまた同じ感じ。さあ、相手結構このプリンスの受け手がなさそうですね。ガゴムレットトルネードでさっきから苦しそうに処理しているんで、ここは狙っていきたいところ。あー、ここ微妙だった。登場ダメージを使って処理すべきでしたね。まあまあ一つ一つ丁寧にいきましょう。スケルトンラッシュとかクロスボウとかは1対0でね、勝利していくデッキだと思うので、さあここで仕掛けていきます。ロイジャイ6コスト出した瞬間なんで、これは結構苦しいんじゃないか。さあ入れ、オッケー、カトゥーンが一発入り、さらにスケルトンも入っていく。で、これ右にもね、コストかなり使ったんで、左このまま、ロイジャイを美味しくいただきましょう。いいですね。さあ、ここは、プリンセスプラスのエレクトロウィザードの登場ダメージでガゴムレも処理、オッケー。勝ちましたね。この処理はうまかった。さあ、こんな感じで、うまくね、相手に、こう、相手のユニットを守りながら、エリクサのリードを取っていきつつ、ここぞという時に1対0で勝っていくのが、スケルトンラッシュの戦い方。まあ、ただね、このドラフトチャレンジにおいてはデッキのバランスが悪いことがあるんで、結構こう普段の戦い方通りじゃね、勝てないことも多々あります。あとはもう守って終わりですね。相手、おー、ゴーレム来た、やばい。このタイミングでのゴーレムはやばい、いかついですね。さあ、プリンスプラスの、さあ、このガゴムレさえ処理できれば私の勝ち。プリンセスの範囲攻撃プラスのエルウィズ、オッケー。さあ、勝ちましたかね。この戦いはもう完全にデッキ勝ちですね。プリンセスを相手が処理できるユニットっていうか呪文がなかったんで、それでプリンセスとフキアゴブリンがめちゃめちゃ役に立ったし、相手の攻め手をね、全部封じれる守りが優秀なユニットがこっちの手札にたくさんあったんで、まあ、しっかり守ってそっから、スケルトンラッシュとか、何らかのね、攻撃を仕掛けていけるような形を作っていきました。まあ、ドラフトチャレンジにおいてやっぱ一番ね、困るのは本当に守るユニットが全く手札になくて負けてしまう、そのデッキ負けしてしまうっていうのが一番悔しいので、それはなんとかね、避けていきたい。さあ、ということで、11勝0敗リーチでございます。まさかのこれ12勝0敗あるぞ。さあ、これはスケルトンラッシュかな。好みにもよると思うんですが、まあ、ディガーよりスケルトンラッシュかなと思います。さあ、そしてこれはもう迷わず4コストの呪文、そしてここはプリンセスですかね。プリンセス吹き矢ゴブリンは積極的に、取っていきたい。特に今回今タツノ選手がついだったんで、わ、これ難しいな。どっちだろう、これどっちでもいいと思います。はい、どっちでもいいです。今回は盾役ユニットいないんでネクロンしときましょうかね。ジャイアントとかをもしこっちが持っていたら、マジックアーチャーの選択も全然ありでした。さあ、ということで今回はロイジャイプラスのスケルトンラッシュかな。お、ダブルネクロがいる、面白い頑張っていきましょう。うわ、ダブルネクロか、使いこなせるかな。さあ、相手がまずは縦線を開けてきた。プリンセス出してみましょう。ここで相手がローリングッドとか矢の雨とかね出してきたらきついけど、さあ、やばい、このこれはやばくない。バルーンはちょっと受けれませんよ。ネクロじゃきついだろ、やばい。左落とされたかも、早速。これはきついですね。さあ、左は多分落とされて、ロイジャイプラスネクロでなんとか抗いましょう。いや、きついな。マジックアーチャー、このマジックアーチャーファイボ即打ちましょうね。ファイボを持ってることによってこのマジックアーチャーを一旦処理できて、ネクロが生きる。オッケー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 。あー、惜しい。あ、でもスケルトンが1体、スケルトンが1体いい働きをしておりますやっぱファイボをね、ちゃんと持っておくことでこんな感じでマジックアーチャーを一瞬で、処理できるのは強みになってきますね。さあ、初手ちょっと
ときついな。バルーンをこの後どう処理していくかですよね。相手が高回転でどんどんバルーン出してきたらかなりきつい予感がいたします。さあということでダークネクロでコウモリを巻きつつ、お相手後ろからジャイアント、さあここ左でちょっとでも削りましょうかね。ちょっとでも削って、あーザップが早い。ネクロマンサー後ろから、このダークネクロはちょっと見殺しにしましょう。さあジャイアントの後ろからこれまたマジックアーチャーですね。マジックアーチャーちょっとまだ5が回ってないんで、一旦5を回してなんか重ねろ。うん、厳しい。さあこのこれなんとか止まるか。プリンセスプラスのネクロがいるんでなんとか止まってほしい。ああ一発入る、きついな。ちょっとこれ負けたくさいですね。デッキ的にやっぱバルーンとかホグライダーとかの対象ユニットがないとつらい。さあここはなんとかミニペを処理し、さあ少しずつプレッシャーをかけていく。まだでもね諦めちゃダメですから、左も大ダメージ狙っていけてるんで。さあ右からネクロ、ワンチャンスケルトンラッシュでバーッといきたいな。プリンセスでプレッシャーかけていきます。レッツゴー。オッケー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 、一発入れて、さあいいよ。左まだ5圏内じゃないんで厳しいですね。おっとこのディガンはなんだ、結構相手も苦しそうですね。さあここは5を打って相手の高ユニットを泣き物にする。オッケー。ジャイアントは高ユニットとかないとね、ジャイアントとかゴレデッキとかそうなんですけど、高ユニットがないとそこまで怖くないんで。オッケー、いい感じいい感じ。ここは左にスケルトンラッシュ、ああ左落とされた、やばい時間がない、残り12秒、頼むワンチャンワンチャン、左、ああ左に守られてる、やばい。さあどうだ、あでも右がいける、これオッケーナイス。いや運ゲー運ゲーっていうかラッキー勝利、ありがとうございます。危なかったまあ最後の試合はね、正直デッキ的にはバルーンを受けるユニットがなかったんでかなりきつかったんですけど、なんとかこう意地で勝つことができましたねドラフト的には負けていたようなそんな気がします。さあということで12勝0敗、珍しい、ドズルにしては珍しい12勝0敗でございます。しかも何が嬉しいかって、あの無課金でプレイしているやつで初回チャレンジでクリアできたっていうのがめちゃめちゃ嬉しい。ウルトラレアありがとうございます。さらにこの12勝の宝箱ね、ゴールドもうまうま、ノーマルカードもうまうまでございます。さあエリートバーバリアン100枚か、ちょっと渋いな。さあテスラ200枚、これもあんまり使わない。さあオーブン、そしておおウルトラレア来た、やった。しかもベビードラゴンね、あのゴーレムデッキ積極的に使っていきたいんでベビードラ6枚は嬉しい。そして貴重な貴重なウルトラレア、しかも2枚目。さあ来い、なんか来い、なんか、おローリングッドだ。ローリングッドあれですよね、アンロックですよね、はいアンロックでございます。よっしゃこれは嬉しい、かなりでかいです。無課金でプレイしているプレイヤーにとってウルトラレアって本当にゲットする機会がないので、これはめちゃめちゃいいチャレンジでございました。はい、ということで本日は無課金でプレイしているサバカのドズ2からお送りしていったんですけれども、まあ、奇跡は起きるもんですね私の実力で12勝0敗はなかなかね珍しいことだと思うので、それが初回チャレンジでビシッと決まるっていうのはめちゃめちゃ、嬉しかったでございます。さあということで、今後もねちょっと無課金でプレイしているこちらのサバカのドズ2も、トロフィー4000を目指してねコツコツ頑張っていきたいと思いますので、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。またね、マジックアーチャーまだゲットしてないよという方、今日話した、ドラフトのコツとかを参考にしながらね、頑張っていき、いただければなと思いますので、頑張ってくださいということで本日の動画、じゃあこんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。